で、こういう岩とかはヒーターとか、よく見ると。皆さんこんにちは、エマスチャンネルの森です。本日はこちらに映っている可愛い緑フグ、この飼育方法をご紹介したいと思います。この動画最後まで見ていただければ緑フグの飼育方法がわかりますので、ぜひ最後までご覧ください。まず緑フグについて簡単にご説明しますと、緑フグはタイやスリランカ、インドネシアなどの暖かい地域の河口付近に住んでいる汽水性の熱帯魚となります。熱帯魚ショップだけではなくて、数年前までは UFO キャッチャーの景品としても扱われるぐらい人気のお魚だったんですけど、最近では UFO キャッチャーで見かけることは少なくなりましたが、今でも熱帯魚ショップでは人気のお魚として販売されています。特にね、このクリッとした目に、小さいながらもね、こうぷっくり膨れてフグってしっかりわかるようなこのねフォルムがなんとも可愛らしいですよね。この緑フグなんですが、小さい頃はこの汽水域と呼ばれる川とか海の中間ら辺でね生活するんですけど、体が大きくなって成熟してくると海の方に渡って、成熟した個体は海で生活します。なので汽水域ではなくて海水飼育も実はできるお魚なんですね。まあ、あの緑フグが大きくなったら海に行くというぐらいの感覚で覚えていてください。図の説明はこれぐらいにして、実際に水槽を立ち上げながら解説していきたいと思います。はい、こちらが今回ご用意した水槽になります。こちらは幅40センチの水槽になりますが、水槽が大きければそれだけ水質が安定しやすいので、水槽が大きいことに越したことはないですけど、こういった小さな水槽でも飼育することができます。それではまず定床をご用意しましょう。定床はこういったサンゴ砂をご用意します。これがね、水質をアルカリ性に傾けてくれるような砂なので、この砂を使用します。お店で普通に売られているもので構いませんが、バクテリア付きの砂以外はよく洗ってから使うようにしてください。結構ね、何回も洗っても汚れ取れないんですけど、何回か洗って水が透明になってきたぐらいでね、水槽に入れてしまって大丈夫です。洗い方は特にありません。ひたすら、お米を研ぐように洗います。ちなみにこの砂も洗浄不要の砂なんですけど、水を入れてみるとね、こういう感じで濁るんで、洗った方がいいのがわかりますね。まあ、これが透明になるまでやっていきます。このサンゴ砂ではなくて他の砂でもいいんじゃないかって思う方いると思うんですけど、詳しく話すと長くなるので割愛しますが、水をねアルカリ性に傾ける必要があるのでサンゴ砂を使います。はい、他の砂だとねいまいちちょっと水質が微妙になるので、サンゴ砂を使用してください。はい、入れていきます。砂の厚さはだいたい最低でも1センチぐらい敷いてあげた方がいいです。使用するサンゴ砂もねこんな感じで目が細かいものをご用意してください。これがね目が粗いものを使用してしまうと、まあ、それでも飼育はできるんですけど、砂を引いた時にその下のところにねどん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 汚れが蓄積しやすいので、こういったね細かいものを使用すれば、まあね糞とかが上層にこううっすらこう残って吸い出しやすかったりするんで、細かいものを使用した方がいいです。で、細かいものを敷いた方がこの砂の中にバクテリアとかもね定着しやすいので、まあ目の粗いものでも定着はするんですけど、どちらかというと今後のメンテナンスのこととかも考えると目が細かいものを使用した方がいいかなと思います。緑フグは熱帯性のお魚なので、ヒーターがないとね水が冷たくて死んでしまうので、ヒーターは必ず設置しましょう。水温に関しては一般的な熱帯魚と同じぐらい、25度から26度前後で飼育してあげるといいです。いくら熱帯魚とは言ってもね、夏場で水温が上がりすぎてしまうと死んでしまうので、夏場ねクーラーを設置するか室温で管理する方法がいいと思います。水槽に対してね一個一個ねクーラーつけるとかなりね値段が張ってしまうので、夏場だけ電気代高くなってしまいますけど、夏場だけ室温で管理してあげるのが一番安全かなと思います。続いては、この中にこういった石を入れていくんですけど、これはね人工ライブロックと呼ばれていて、ここはね多孔質になっているので、この中にバクテリアが定着して水質を浄化してくれるような作用があります。こういったね人工ライブロックではなくて他の石でも代用できるんですけど、水質にねあまり影響を及ばさないような熱帯魚ショップとかで売られているような石であれば問題ないとは思うんですけど、何かね水の色が変化したりとか、まあ、そういったね水に何か悪影響を及ぼすような石は入れないようにした方が無難です。こういったね岩を入れてあげれば水がこう当たって緩やかなところが生まれるので、そういったところでお魚は休んだりします。何もない殺風景なところだとねずっと泳ぎっぱなしで疲れてしまうので、こういったのは入れてください。まあ本当これは適当に雰囲気で組んであげればいいです。こういう岩とかはヒーターとか、ここにあとフィルターを置くんですけど、そういったねパイプ類とかを隠すような置き方をするといいと思います。
はい、ある程度組み終わりましたら続いてフィルターを設置していきます。ご用意するフィルターは何でもいいんですけど、今回ね、小型水槽ということで、小型水槽に向いているような、こういった外掛け式のフィルターを使用していきます。水槽がこれより大きい場合は外部フィルターを設置するとか、上部フィルターを設置するとか、はたまたオーバーフロー水槽にするとか、まあ、ろ過能力は何でもいいんですけど、まあ、フィルターは必ず設置してあげてください。はい、続いて水を作っていくんですが、ミドリフグは汽水域に生息しているので、汽水域の水を作る必要があります。まあ、汽水域って聞くとね、ちょっと難しそうなイメージがありますけど、まあ、要は海水を半分入れてあげれば汽水域になるイメージです。汽水域といってもミドリフグが川の、ね、上の方で暮らしているのか、はたまた海にかなり近いところで生活しているのかによってだいぶ比重がね変わってきますので、本当ねこの汽水は大体で十分なんですけど、買ったお店のところで大体の比重を聞いて、まあ、それに近づけてあげるのが一番いいかなと思います。かなり薄い比重で飼育されているお店から買って、こっちでね濃く作ってしまうと、その変動でねショック死してしまう可能性もありますので、なるべく変動は抑えるような形で飼育してあげてください。なので、まあ、目安なんですけど、ミドリフグのね汽水の比重は 1.010 ぐらいから 1.013 ぐらいまでが目安かなと思います。なので今回は 1.012 ぐらいで作っていきたいと思います。海水を粉状にしたものが売られているので、これを入れていきます。はい、これにね、まあ、あの水道水の塩素を取り除く、いわゆるカルキ抜きと呼ばれる成分がね入ってるものもありますし、入ってないものもありますので、もし入ってない人工海水を使う場合は別途カルキ抜きを入れてください。入れ方は何でもいいんですけど、こういったね袋とかを入れて砂がねこう回らないように入れてあげてください。はい、こんな感じで入れ終わりましたら袋を取ります。はい、こんな感じで水を入れたばかりでもあんまり濁ってないと思うんですけど、こんな感じで袋をやればね濁らないので試してみてください。はい、こんな感じで水が回ってます。このフィルターは本当簡単な仕組みなんですけど、ここからね吸って、この中で、まあ、汚れをこし取って、ここから綺麗な水が出てくるみたいな感じです。はい、まあ、割とね簡単なフィルターなので、この中でね、まあ、なんか汚れを分解するぐらいのろ過能力はないんですけど、まあ、汚れをね多少こし取るぐらいはできるので、まあ、小さな水槽におすすめのフィルターです。で、水槽を見ていただけると分かると思うんですけどね、あのブクブク、まあ、エアレーションと呼ばれるものはつけてません。ここでね水面をなびかしてあげれば、ここでね水が落下した時に同時に空気が取り込まれるような仕組みになってますので、なのでこういったフィルターで水面をねパシャパシャやってあげると、ベッドでエアレーション、まあ、いわゆるブクブクと呼ばれるものはね使用しなくても大丈夫です。お店で購入した時は多分ねこういう感じでパッキングされて持って帰ってくると思うので、このまま水槽に一度浮かべてください。まずこうやって浮かべたら水温を合わせます。こういった袋ごと合わせると、中の水温とここの水温がねだいたい5分ぐらい経つとね一緒になってくるので、このまま5分ぐらい待ちます。5分経ったら袋に切り込みを入れて少しずつ水を合わせていきます。私はこういった感じで簡単にね切り込みを入れて、この水槽の中の水をちょっとこう入れて、また浮かべて、でこれをね3回ぐらい繰り返したら水槽に入れていきます。どうぞ。水槽に入りました。いや可愛いですね。こういう感じでね、なんかミドリフグってねこう上下運動で泳ぐんですよ。このね上下運動の果てに結構ね水槽からね飛び出してしまうってことがあるので、蓋を作成します。これをこういう感じで合わせるとこんな感じでピタッと埋まります。続いてミドリフグの根栄に関して解説していきますが、基本的にミドリフグは根栄はできません。フグの仲間って基本的に何でも食べてしまうので、ミドリフグ以外のお魚との根栄は非常に難しいです。ミドリフグ同士でもね小競り合いしてこうヒレがねかじられてしまったりとか、弱い個体はねこうちょっといじめられてしまったりっていうことがあるので、結構ね獰猛なやつです。まあ、一般的にねこういったあのお魚を飼育すると、まあ苔を食べてくれる貝とか、あとはお掃除係でエビとかね、まあヤドカリとか入れたくなると思うんですけど、そういったのはね軒並み食べられてしまいます。基本的に口に入るもの、まあ口よりちょっと大きいものぐらいだったらねどんどん積極的に狙っていくので、まあそういったものは入れない方が無難です。続いてミドリフグに与える餌なんですが、ミドリフグはちょっとね乾燥の餌とかはあまり食べないので、冷凍のアカムシかクリルをご用意してください。まあ、今ねミドリフグ専用の
人工飼料とかも出てるぐらいなんですけど、まあ、基本的にはね、いきなり人工飼料を食べるっていう個体はあんまりいないので、グリルとか冷凍のアカムシとかで慣らしてからそういったものにね切り替えてあげるといいと思います。最後に管理の方法なんですけど、水替えはだいたいね1週間から2週間に1度、3分の1から4分の1ぐらい自分でね頻度を決めて行ってください。まあ、小型の水槽でも飼育はできるんですけど、まあ、小型のフィルターってねほぼほぼろ過能力には期待できないので、まあ、冷凍アカムシとかクリルとかね結構水を汚す餌を使うので、水替えで補ってあげるイメージがいいです。まあ、特にね餌を食べてる時が一番可愛いのでちょっと見てください。結構与えるとね勢いよく食べてお腹がねすごい膨らむので見ててください。こういう感じでちょっとね奪い合うように食べます。いっぺんに食べれないので、こうちっちゃなね口でこうちぎってなんか食べてます。よーく見るともうヒレがねすごい細かく動いて可愛いです。この子なんかすごいお腹膨らんできましたよ。結構お腹膨らんでごちそうさまかな。ちょっとねぷっくりして、まあもう食べなかったらこのね餌とかは水悪くしちゃうんで取り除いてください。はい、というわけでいかがだったでしょうか。こんなね可愛い緑フグなんですけど、まあコツさえつかめばね結構飼育はそこまで難しい方ではないので、まあちょっとね気にする部分といったら、まあ海の水をねちょっと作ってあげたりしなきゃいけないところがちょっと大変なんですけど、まあその分ねこういった感じで見た目はね非常に可愛らしくて、ずっとね見てられるような仕草をするので非常にね飼育におすすめの一体魚です。ぜひ皆さんもこんなねキュートな緑フグ飼育してみてください。ご質問等あればねコメントにいただければ返信させていただきますので、何かわからないことありましたらお気軽にコメントお願いします。緑フグだけではなくて他の生き物の飼育も解説してますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。